山路徹は日本のジャーナリスト。株式会社アップフ通信社代表取締役。かつての配偶者はタレントの大桃美代子及びタレントの浅木邦子。このほか、大桃との結婚前にも一般女性との結婚歴がある。業務提携先は TCP アーティスト。学歴はあまり公表していないが、2011年6月13日放送のネプリーグに 中央大学中隊として出演。東京都出身。TBS 系列の番組制作会社に勤務後、1980年代以末頃、テレビ朝日系の番組制作会社である、テレビ朝日映像に、中途採用で入社。配属された、ニュースステーションの先輩スタッフの一人だった、長井健二と出会い、スタッフとしての色派を教わる。1992年12月、 株式会社アップ普通新社を設立、同社代表取締役に就任。2010年11月7日、ミャンマー東部のミャワディで不法入国の容疑で、ミャンマーの秘密警察に拘束されたが、その後、釈放された。報道時の本名は松本徹であった。これまで、カンボジア、パレスチナ、ボスニア、ソマリア、アフガニスタン等を紛争地、 戦争の現場を取材した。2014年2月16日、豪雪に見舞われた山梨県に取材に向かう途中、神奈川県相模原市緑区の路上で交通トラブルに、あい一方的な襲撃を受ける。怪我はなかったものの自動車が損傷したために、被害届を、津久井警察署に提出。後日、襲撃グループは逮捕された。ありがとうございます。